配信バカだから。起きてる時間は配信やってます。大好きだから、配信中毒だから。好きこそものの上手なれですよ。うん、ありがとね。楽しみにしててください。普通に封筒でさっき送ったから。チョコミント、ケーキありがとう。サンキュー、ありがとう。おはよう、リラックマ。おはようございます。おはよう。おはよう。二日酔いないよ、全然。てか、寝てないから。二日酔いにはね、なったことほとんどない。多分、お酒は強いんだと思う。自分のペース守って飲むから、俺は。多分、大丈夫よ。二日酔いない。メリンコ、ハートありがとう。最近運動してないから首痛いな。おはよう、ミポリン。寝てた？おはよう。ゆっくり寝れた？ゆっくり寝れたかな？
よかったよかった。うわ、今日いい天気だね。最近のツイッター色気ムンムンです。そうだね、やっぱりそのふわっちでナンバーワンイケメンって言われてる俺だから、やっぱりファンサービスをしないとなと思ってうん、頑張ってます。やっぱあの女性しかいないんで僕の放送仕事行ってらっしゃいチョコミント、頑張ってね。てら、あのコーナーは毎日やろうかな。胸毛が最高毛深いからね、子供の頃はコンプレックスだったけど、胸毛すごい嫌だったな。おはようぐのこっちょ、おはよう。
あ、なに、のんちゃんいらっしゃい。あ、どっち。おはよう。スムースフリクション、スムースフリクション、いいじゃん。俺の放送聞いたら聞けるんだから家で流さないと思うよ。ワトさんの配信とても画質が綺麗ですが、パソコンにはこだわってるんですか？まずカメラは、ロジクールっていうのを使ってます。で、なんて言えばいいんだろうな。フル HD の出力が出るんですよ。フル HD ってね、テレビの大きさぐらいで見ても高画質で見れる。テレビでフル HD って昔流行ったでしょ。今 4K とかが流行ってるけど。だからその、でっかいモニターで見ても、普通に臨場感っていうか、まあ普通に高画質で見れるっていうのが、フル HD。 ただフル HD のカメラとパソコンを使ったとしても、それをインターネットの回線でみんなの携帯で見れるようにしないといけないんですよ。わかるかな。これをね、エンコーディングっていうんですね。要はでっかくて綺麗なカメラで撮ってるんだけど、それをまず小さくするの。半分ぐらいの大きさにする。4分の1か、4分の1にするのよ。でスマホで見ても綺麗にすると、まあ、広げてみて、パソコンで見てる人でも綺麗に見えるっていう。バランスのいいサイズに変換、エンコーディングをして、で、今度音声っていうのは、ミキサーって言うんだけど、そういう専門の機械を使って、両方とも綺麗にやるように心がけてますね。要は、テレビってさ、電波をずっと垂れ流してるから、東京タワーとかから、みんなの家に届くのは綺麗に映るんですよ、確実に。インターネットの回線って、上りと下りっていうのがあって、俺がいくら、例えば、俺が超高画質で配信することできるんですよ。みんなのところに。だけど、それをやっちゃうと、みんなのパソコンに届くまで時間がかかるし、携帯電話の回線がパンクとかするのよ。だからその程よいバランスでやるっていうのが、軽くすることは可能なのね。例えば、こういうことができるんですよ。画質荒くなったでしょ。わかる？昔のさ、ドコモの動画みたいになるのわかる？これ。こういう風に、その、高画質のカメラで、ダメな映像を作ることもできるんですよ。だから出力を上げることは無限にできるの。カメラの性能まで。でも、みんなが見れるかどうかは別問題だから、バランスよくって感じかな。これくらい、これくらい、これくらいの画質にすると、なんだこれは。みんなの家のカメラのサイズに届くようにというか。これもさ、極端な話で引き伸ばしたら画質がどんどん荒くなるでしょ。だからでっかい画面で見てもちょっと粗さが出てくるでしょ、だんだんこうやって引き伸ばしていくと。わかる？髪の毛とか背景とか粗さが出るでしょ、こうやって。これをどのバランスでやるのかっていう戦いなんですよ、配信者は。極端な話、これくらいにしてもまあ顔がちょっと画質悪いかなっていうぐらいでしょ。これを
スマホとパソコンで見たときにどれくらいのバランスで見れるかっていうのを計算しながらやってます。もうちょっと画質上げてもいいかもしれないんだけどね、俺の場合。そう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 。で、あとやっぱりね、一番大事なのは俺は音だと思ってて、映像も大事なんだけど、極端な話リアクションが分かればいいんですよ。喜んでる、笑ってる、悲しんでるっていうのだけ伝わればいいから、実は大事なのは俺は音だと思ってる。その自分の声をどういう音質、聞き取りやすい音で届けるのかっていう。だから映像よりも音を、まあ映像にも音にもこだわってるかな。うん。だからまあ、あの極端な話、その配信、まあ俺最近何でもそう思うんだけど、道具はやっぱり高いものの方がいいです。使いこなせるかは別として、高いものを買った方がいい、うん、でその中でその道具って、道具のパフォーマンスっていうか、そういうものをいかに引き出せるように技術を持てるか、それで初めてそのいいものが作れるっていうか、そういう風に考えてるかな。いろんなことができるからね。例えばこの映像に何かつけるとしたら何だろうね。うん。色補正。何かあるかな。この映像。何かあるかな。例えば、その、ガンマって言って、こう、アイラみたいに白くしたりとか、補正をかけていったりとかね、コントラストを強くしたりとか、こういうことが、まあ、できますよね。こういう遊び、うん、こうなんか、こういう、なんて言えばいいんだろう、非現実的な映像表現というか、これはまあレイヤー構造っていうんだけど、多分ね、その声がいいんじゃなくて他の配信者よりいいんだと思う。うん。お金に余裕があったら、あるんだったら性能のいいものを買った方がいいと思うよ。仕事行ってらっしゃい。プロは道具が命だよ。そりゃそうだよ。でもね、そのパソコンがいいの買えばそのできるっていうわけでもないのね。やっぱりその3年かかってるんだよ。最初何もエンコーディングってなんだとかさ、あのキーフレームとかさ、専門用語がいっぱいあるの。でも映像のね、仕事やったことあるわけじゃないから、全部独学でこういうのを覚えていくのよ。今ではある程度その会話でわかるよ、いろんなものが。その映像業界の人と話してもわかるし、うん、まあ、こういう遊びを覚えていきましたね。で、本当は俺が使ってるマイクって、このマイクってピンマイクなんだけど、これ安いマイクなんだよ。安くてすごくパフォーマンスのいいマイクなんだけど、本当はコンデンサーマイクとかダイナミックマイクとか2万円ぐらいするマイクを使いたいと思ってるね。そうするともっと音が良くなる。ただ道具にとらわれすぎててもダメで、それはさ、裏方の仕事なんだよ、音がいいとか映像が綺麗っていうのは。でも一番大事なのはさ、演者でしょ。演技力とかさ、喋りのトークスキルとか内容みたいなもの、配信で一番重要なのは内容なんだよね。だから極端な話、道具がダメ、要はスマホ配信でも面白いやつはいっぱいいるから、そこが難しいところなんだよね。俺だから裏方気質なんだと思うよ、昔から。そういう感じだと思う。ええ、とんでもない、とんでもない、とんでもない。
自分は建築系の仕事してるけど、道具にはこだわりある。あ、やっぱそうっすよね。どの世界でもやっぱりそうだと思う。例えば、彫刻刀でね、なんか、やってる人は彫刻刀のどこさんの刃がいいとか、砥石はどこがいいとかさ。おー、リディア、おはよう。あと、ね、なんだろう。料理人だったら包丁とかまな板とか、鍋とかこだわるだろうし。俺らにとってはその包丁みたいなもんだから、これは。そういうもんだよね。だから実はそのサムネイル1個でもすごい意味があるの。この和道の異常なゼミナールの赤いサムネでしょ、バックが赤になってるでしょ。これなんでなのか意味があるんですよ。わけなく作ってるわけじゃなくて、考えて作ってるの。例えばね、どう言えばいいかな。ちょっと待ってね。例えばなんだけど、この映像を見てみてください。この中でさ、一番目立つサムネってどれだと思う？変な質問かもしれないけど、このリスワングランプリっていうのを表を見た時とか、この中で、あ、目につくわっていうサムネ、みんなにとってどれ？リスワングランプリ。これ、多分ね、俺の赤いサムネめちゃくちゃ目立つと思うんだよ。これは人間の視覚効果なんですよ。赤ってその注意喚起を促す色だから目に留まりやすい色なんですよ。だから竹ランとかこういう表になってるランキングサイトとかだとこれがすごく目立つの、効果的なの。だからサムネが何回も目につくっていうことは、この人なんかいつもいるな、見てみようって言って新規のリスナーさんが来る確率が上がるんですよ。っていうように細かいところには気をつけてるでしょ？客観的に見て。だから実は狙ってこの赤っていう色を使ってるのね。あとサムネをコロコロ変えるっていうのは、人間で言うとこの顔自体とか存在自体が変わっちゃうから分からなくなるのよ。だから俺はサムネは変えない方がいいって言ってる。一つの作り込んだサムネとか気に入ったサムネをずっと長時間使ってる人は強い。サムネをコロコロ変える人はダメな人。配信者として向いてない。配信者として向いてないっていうと語弊があるけど、例えばさ、マクドナルドとかコカ・コーラのパッケージが何回も何回も変わってたら嫌でしょ。少しずつ分からないように、分からないようにかっこよく変えてくんだよ。元のデザインと区別がつくように。改良をしていって少しずつデザインって変えるの。ガラッと変えるのはね、実は商品自体のイメージが変わっちゃうから。売れてなかったらそれでもいいんだけど、売れてる時にそれをやるのはもったいないよね。これはブランディング戦略っていうやつですね。こういうなんか会社をやってた頃の知識っていうのはウェブで役立ってるかな。ブランディング戦略。一番いいのは、いや、そう、結局ね、趣味の問題なのよ。リスナーさんの場合だと。でもね、サボちゃんはうまいよ。仕事サボるってやってるけど、あ、黄色を原色として、自分のあの丸いキャラクターに仕事サボるって絶対書いてあるけど、この仕事のサボり方のバリエーションが変わるとか。だから、サボちゃんは分かってるよね。だから、そう、段ボールもうまいのよ。ダンボールのサムネに、ダンボール。もう絶対忘れないよね。これ。あ、ダンボールが来たって。もうこれは繋がってるからすごくいいよね。まあ、例えば、のんちゃんで言ったらさ、ちょっと和道リスナーっぽいなっていうのは、もうこの白黒背景の配色でわかるじゃん。あ、ここ和道リスナーなんだって。マリアンはどっち？ヤマンバーさん、おはようございます。
だから何を表現したいのかなのよ。人間性がすごく出るのね。人間性がすごく出るから。うん。で、愚の骨頂が配信者っていうわけじゃないじゃん。俺が今話したのは配信者としての話だから。でも、実はね、コメント拾いやすい、拾いにくいとか確率があるじゃん。それはね、目立つサムネなのかどうかとか、インパクトのある名前なのかどうかっていうのは結構でかいと思うよ。うん、あと、人に覚えられる名前。実は和道っていう名前はすごく悪い名前だと思ってる。ウェブでは向いてない名前だったんだよね。もったいない名前。だから、ありきたりな名前をつけてる女の子とかはもったいないなと思うよね。売れづらいと思う。はい、おはよう、ゼルで。おはよう。おはよう、ニエコ。おはよう。一番優れたデザインは機能的だって言われてる。そうそうそう、それがね、一番ダメなんだよ。俺はそれ子供の頃からね、すごく思ってて、人と同じってダメなんだよね。すごく。人と同じはダメなんだよ。そう。ただ目立てばいいっていうものじゃないんだけど、実は人間一人一人って考えてることが違うでしょ。で、生き方も違えば、思想も違えば、哲学も違うんだよ。そう。なのに、同じものを身につけたりとか、面白くないよね。人と無難さっていうのかな。もっとね、好きな服装をしていいと思うし、好きな髪の色をしていいと思うし。だから大学生がさ、金髪とかだったりするのにさ、急になんか、就活始めると真っ黒になるとか、俺は気持ち悪いと思ってて。全然理解できないのね。もっと自分らしく生きてた方がいいのにっていう。人間はいつも言うけど、自由になるために生まれてきたんだよ。誰かの言いなりになるために人生生きてきてるわけじゃない。だから俺はサラリーマンとかできない考え方をしてるよね。みんな個性があって自分だけの人生があるんだから。和術ケンタンメンさん、和術です。おい、たくみさん、おはよう。そうそうそう、自分は自分でいたいっていうかね、自分のこと騙すことなんかできないんだよ。自分に嘘ついてるとメンヘラになっちゃうでしょ。うん、ヘラるんだよ。要は妄想っていうか、理想の自分と現実の自分がかけ離れると人間っていうのは減らるの。なんか心の声をもっと聞いた方がいいんだよ。自分は何のために生まれてきたのか、何をやるために。だってさ、年収が多い方がいいとかさ、それってさ、ぶっちゃけな話で、なんつうんだろう、超頭がいいやつが考えた支配の論理だしさ、この世界、この限定的なさ、今っていう限定的な時間でしか考えられてない価値観の問題でしょ。だって何百年前まで貨幣なかった、何千年前には貨幣なかったわけだから。でも多分その歴史の前の人間にも感情はあったし、喜怒哀楽はあったし、もちろんね。
いろんな感情があって、その中で幸せなやつと不幸せなやつがいたんだと思う。おはよう、真田幸村さん。新井さん、おはよう。だから、その、今の小さい価値観で生きない方がいいよね。でも俺、その人間って普遍的な部分で、その、友達といたら楽しいとか、好きな人と結ばれたら幸せとか、いや、動物的な部分もいっぱい持ってるわけじゃん。そういうのって結構大事にコントロールすることって大事だと思うよ。たかだか100年しか生きないんだから、好きなことやった方がいいよ。あんな頭のいいやつに騙されたらダメだよ。自分はこう思う。でいいんだよ。自分はこれが好き。自分はこれが嫌い。声低い？タチュヒコおはよう。声低いんじゃなくて声を張ってないんだと思う。そうするとね、声って低くなる。カラオケね、歌った後だから。ちょっとしゃがれてるかもしれない、声が。自分らしく生きるのが一番いい。誰かの真似事をやってると疲れるから。そう。誰かの真似をするっていうのはすごく疲れる。自分にしかできないことをやった方がいいよ。自分のやりたいことと。ビートたけしとか河本ひろととか、まあ偉人っていうか成功してる人がよく言うんだけど、自分がそのやりたいことを見つけただけで半分夢が叶ってるのとイコールなんだよ。やりたいことを見つけるだけで結構難しかったりすんの。自分の生きる場所だっていうのを見つけるだけで大変なのよ。だから若い頃にそれと出会うっていうのは、あとはさ、それを叶えるだけなわけじゃん。みずきちゃんおはよう。だから20代ぐらいからイメージボードとか書いてたよ。脳内マップとか書いたりとか、マインドマップって言うんだけど、今自分が何を考えててどこを目指してるのかとか全部グラフ化して。俺配信業をやるときに、その2ヶ月半かけてノート2冊に何をやるべきか全部書いてたもんね。いいか悪いかっていうのは、愚の骨頂にとっていいのか悪いのかと、もう70億人、自分以外の70億人に聞いたらいいか悪いかってことだ。で、愚の骨頂がいいと思ってるんなら、別に他人の評価を気にしなくなるはずなんだよ。今楽しかったら。で、親からすると働いてって言うかもしれないし、恋人からすると働いてかもしれないし、働いてる人は羨ましいにとか、ふざけんなって思うかもしれないし。でもそんなのはさ、自分と関係ない人の世界だから。ね、じゃあそいつのために生きてるわけじゃないじゃん。でしょ？自分はこのために生まれてきたんだって思うことをやるべきだよ。その代わり、それで思うようにいかなくても自分の責任だけどね。もしかしたらあれ違うかもしれないって思うかもしれないし。自分が楽しければいいっていうかね、自分のことを幸せにできないやつがね、周りのことを幸せにすることなんかできないんだよ。でしょ？でしょ？自分のことも幸せにできないやつが、女子ども幸せにできるわけないじゃん。社会のためにとか国のためになんてできるわけないんだよ。そう。みんながみんな自分でセルフで幸せになるところからスタートラインだと俺は思ってる。で、溢れた分を還元するべきだと思ってる。自分が幸せになって豊かになって、自分が才能を感じた人とかに投資をしたりとか、こいつ好きだなって応援したいなっていう人になんかこうエールを送ったりとか、それがまあ理想の生き方だと思うよ。なんか俺はね、だからね、社会がそれを許さないとか言ってるやつは信用できないの。いや、お前が気に食わないだけでしょって。で、お前が気に食わないのに、人のせいにしてるだけじゃんって。自分が傷つかないように言い回しを変えてるけど、お前自身が好きか嫌いか聞いてんだよって思う。社会のためにとか、世間が許さないとか。世間のせいにしてんじゃねえよって。お前の意見はどこ行ったんだよって。
自由に生きようね。はっきり言うけど、俺らが好き勝手生きてても社会は勝手に回るから。で、俺らは政治家じゃないんだから国のことなんか考えなくていいんだよ。本当に国のこと考えてるんだぞ。政治家でも何でもやるべきだと俺は思ってる。それが仕事だから。俺は極端な話、自分のこととリスナーさんのことだけ考えてればいいの。だからニュースも見ないし、テレビも見ないし。ね、俺らが輝くことが最終的に良くなるんだよ。だって国って共同体でしょ。国って俺らのことでしょ。俺らが幸せにならないで日本が幸せになれるわけねえんだから。自分が今何をすべきなのか、そこにそこに関しては徹底的に考えてるけどね。どうやって楽しんでいくのかっていう。なんか日本人ってさ、ストイックだからさ、なんか責任感とかが強すぎるんだよ、多分。こうしなきゃみたいなのが強すぎるんだよ。古畑任三郎いいね。昔のドラマ面白かったよな。日本はちょっとね、ドラマが面白い時代があったんだよ。うん、古畑任三郎いいね。おはよう。デキシタンおキャン？デキシタンおはよう。初見さん、ゆきちゃんいらっしゃい。おはようございます。もしよかったらフォローしてください。ありがとう、コメント。おはよう。たか姉さん、おはよう。マダムたちが起きてきたね。マダムとニートが起きてきたね。意外と2位と規則正しいから、ね、おはよう。冷蔵庫にコーヒーがあるんだ。おはよう、すず。おはよう。
ドルフィンさん、おはよう。おはようございます。おはよう、ミミさん、おはよう。あ、違う、あのふわちから来た〇〇ですっていうのは、あの LINE を申請するときね、俺 LINE を公開してるんですよ。で、 LINE の名前ってふわっちのコテハンと違うじゃん。かわいいな、ゆきちゃん。ふわっちから来た〇〇です、よろしくお願いしますっていうのは、 LINE で先にメッセージをくれたら、あ、この人ゆきちゃんなんだって名前を登録しておくってことよ。天然かな。肝臓ソールドアウトさん、初見でコメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。和道です。コメントありがとう、よろしく。かわいいね、天然だね。 LINE に連絡するときはふわちから来た〇〇ですってメッセージくれた人ね、ありがとう。天然なのかな、ゆきちゃんは。あ、 LINE 来たな、ありがとう。LINE 来てない。LINE 来てない。なんか LINE がパソコンの LINE バグるんだよな。要はね、この申請許可っていうのを押さないと、俺があの俺に電話かけてきても、あの電話が繋がらないんですよ。アキラッパさん、初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてね。そうそう、LINE の話ね。皆さんいらっしゃい。フォローありがとう。ダカさん、おはよう。ペットボトルの話は、俺の部屋にペットボトルが2つ増えたね。今ペットボトルリスナーさんと一緒に集めてるんですよ。で、夏にバーベキューをやってペットボトル3000個で船を作ろうと思ってます。こうやってペットボトルをこうやってやって、こう縛って、でペットボトル船を作って、でみんなで泳ごうと。だから皆さん、もしバーベキュー参加される方、夏に東京で、家にペットボトルいっぱい集めておいてください。おはようございます、ペンギンさん。いつも潜ってますが、アキラッパさんいたのでついコメントしました。アキラッパさんの配信いつも潜ってます。ペンギンさん、ありがとう、コメント。ダンボールも参加する？ダンボールも来なよ。みんなで一緒に3000個のペットボトルを持ち寄って、一人だいたいノルマね、40個か50個ペットボトルをかき集めておいて、まあできれば水道で湯水でおいで、こうラベルを剥がして透明の状態にして、こう湯水で、で水気が抜けたら、あのやろう、何でもいいよ。もう500のペットボトルでも、とにかく、そう、自由研究みたいな。で3000個、要は俺のフォロワーさんが3000になった企画でやるんですよ。でそれでこう3000個集めて、みんなで縛りながら焼きそばをこう焼いたりね、ビール飲んだりしながら、で焼きそばにビールをかけるバカがいるんだよ。バーベキューやってると、焼きそばはビールで焼くとうまいんだよってバカが来るんだよ。うまくもねえのに、グルテンがとか言い始めて、それを食べながら、食べて肉を食いながら、ソーセージを食いながら、最後みんなでその船に乗って俺が沈むと。そ
そういう企画です。そういう企画なんで。そうだね、自由研究みたいなね。はい、ワード2、Kさんいらっしゃい。乗っても、ちゃんとね、船として機能するかどうかは実験だからね。でもなんか子供とかも喜ぶんじゃないかな。なんか、大人がそういうね、なんか自由研究みたいなことやって、夏の思い出になるんじゃないかな。なんかお子さんがいるリスナーさんも一緒にね、お子さん連れてきてもいいと思うよ。いや、沈むかどうかを試すっていう企画だから、これは。でもペットボトル3000個で船作るって、これで2つだぜ。相当でかい船作れると思うよ。で、これをだいたい3段ぐらい下に積めばいいわけでしょ。普通にゆっくり沈んでったら面白いよね。うん、バーベキューもしたいしね。うん、で金持ちは高級な肉を持ってくると。なんだかわかんないけど。金持ちは高い酒と高い肉を持ってくると。で、貧乏人はペットボトルを持ってくると。うん、135キロか。まあ浮くんじゃないの。全然、それくらいは浮くでしょ。うん、ペットボトル3000個って相当だよ。それで沈んだら浮けるよね。俺が体重70中盤後半ぐらいだから、まあ大丈夫でしょ。女の子とか子供だったら乗れるだろうけど。だって木が浮くぐらいだぜ。木の丸太が浮くぐらいだから。大丈夫でしょ。浮力がすごいでしょ。ドレさんは放送終わったのかな。8月だね、やろうと思ってるのは。それも沖縄に行くから俺が。そう、なんか一通り、あと大阪で香川さんのお店に行こうと思ってて、一日店長やろうと思ってるし、うん、そんな感じかな。そういう大人がいないとダメでしょ、子供に。あのね、なんかね、子供にね、いつまでも子供でいたいって思わせてんのはかっこ悪いんだよ、俺からすると。俺子供の時早く大人になりたいって思わせてくれる大人がいっぱいいたから。だって子供に子供のままでいたい、学生に学生のままでいたいってさ、夢がないよ。だからさ、俺らみたいなクソ野郎はキッズたちに早く大人になって、俺もペットボトル船作るって言わせないとダメなの。それが和道の異常なゼミナールですよ。悪い子供をいっぱい作るって。ろくでもない子供、 YouTuber を育てるの、未来の。永遠の18歳でいたいの。引退詐欺師ってコメントしただけでブロックされた。それを俺に言ってどうすんの。俺じゃないんでしょ、それブロックしたの。うん、俺に言って俺に何を求めてんのかよくわかんないんだけど。俺に言われても困るよ。誰にブロックされたかもよくわかんないし。変なおじさんに。そっか。大変だったね。
まさゆきっていう人知らないから、うん、それは他でやってくんねえか、うん、俺に言われても困るよ。俺はまさゆきに DM かなんか送ってくんね。俺まさゆきじゃないからわかんないよ。って何になるんだって話じゃん。そう、アンチさんが正幸にブロックされたかどうか知らんけどそれを俺に言ってなんて言えば正解なの。正幸最低だなって言えばいいの。でもアンチ、お前はいいやつだよ、お前のこと理解できなくて大変だったな、俺はお前のこと分かってるから、ところでお前誰って言えばいいの。なんなの。香川さんの場来られるときは教えてください。捨て頃は行きましたが、人の多さにもうミクチャで声がかき消されまして、次は香川さんの場で。あ、マジで沢田さん、オッケーオッケー、あの告知するから来てよ、一日店長やるとき、やっぱね、プロリスナーっていうのはその配信者にこれを喋らせたら面白いからそこを引っ張り出そうとするんだよ。でダメなリスナーっていうのは自分の話をするの。私こんなことがあったんだ、もう配信やれよっていう誰も興味ねえかんな、リスナー何やったかどうかなんか誰も興味ねえよ。あのね、これ有名なね勇気が出る言葉なんだけど、勇気が出る言葉なんだけど、自分が思ってるほど他人は自分に関心がないから、和道が思ってるほど和道、あの周りの人は和道に関心がないと思って生きるって大事だよ、うん、そう。だからね、人と会話をするのが下手なやつ多すぎ最近は。27、28にはいないですね、僕は大阪に。多分来月になると思います。なんでかっていうとね、多分その頃沖縄の準備をしてないといけないんで。だから来月だと思ってください。要はね、難しいんだよ、コメントをするって。みんなが楽しめる会話の仕方って難しいよ。今、100人近く集まってんのよ。例えばさ、100人って言ったら、どれくらいだろう？教室に40人くらい入るだろ？教室3つ分。わかる？教室を横に3つ並べて、120人くらい。みんなが生徒だとしよう。で、はい。はい。じゃあみんな、授業始めます。前回数学で、この、23ページね。23ページで、先生！すいません、すいません。お、どうした、井上。先生、前の授業でなんですけど、僕、先生に怒られたんですよ。お、田中先生に怒られたのか。どうしたんだ。いや、なんか、ババアって言ったんですよ。で、授業中にババアって言ったら、怒られたんです。ってなるでしょ？なるでしょ？いや、それ家でやれよとかさ、それ今話すことじゃねえわってならない。俺今数学の授業やってんだよって。お前の国語の授業で怒られた話聞いてないよ。誰も興味ないよ。知らないよ。初見、最近のツイキャスつまらないね。ゴックでしたさん。コメントありがとう。ツイキャスを見ないから、俺、つまらないものを見るなよ。
なぜ見るんだよ。つまらないと思ったら。俺見ないもん。ツイキャス。なんで見るの俺本当にわかんないの。つまらないものを見るのって本当に無駄だよ。ポンさんおはよう。コメントありがとう。つまらないものを見るってさ、ゴックさんの人生ってもう超貴重なの。人類、地球誕生から考えて、もっと。先祖のこととか考えよう。すっごい奇跡的な存在なの。で、人生短いの。つまんないことはもう全部やめな。うん。つまらないことをやる時間なんかないよ、君に。君の人生はね、もっと輝くためにあるんだから、面白い。俺の配信見な。僕さ、めちゃめちゃ面白いから。おはよう、大輔さん。おはようございます。そう思わない?もうね、つまらないものを見て愚痴を言うなんてもう最もつまらない人生だよ。アイテムありがとう。はい。ではですね、1時間経過しましたので、皆さんアイテムタイムです。アイテムよろしくお願いします。アイテムくれる人、アイテムお願いします。2分間限定です。まだね、ふわっちをフォローしてない人は、ふわっちフォローしてください。よろしくお願いします。ふわっちフォロー、Twitter のフォロー、Facebook のフォロー、あと YouTube もやってますんでね、YouTube もぜひお願いします。よろしく。ありがとう!ダンボール!縄跳びありがとう!ダンボールケーキありがとう!ポンちゃん!ハート3つありがとう!ニャコバーガーありがとう!にゃこご褒美ケーキありがとう。このね、時間にアイテムくれる人はアイテムください。よろしくお願いします。アイテムラッシュありがとう。メリンコさん、風船ありがとうございます。アロエちゃん、ハートプレゼントありがとう。みんなありがとう。アザース、アザース、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃんじゃんアイテムください。よろしく、よろしく、よろしくお願いしまーす。あー、いいね。いいね。ギャルにもらうアイテムはいいね。メリンコ、ハート2個ありがとう。ありがとう。メリンコ、アザース。アザース。アイテムありがとう、みんな。アイテムありがとうございます。アイドルさんいらっしゃい。ミッキーマウスみたいなほっぺたになりやがって。あ、はい、すいません。これが喋り下手なやつね。アロエさん、ハート2個ありがとう。ほっぺたが大きい象徴ってミッキーマウスっていう例え出す?もうね、下手。何年やってんだよ。だからフォロワーが増えないんだよ。ほっぺたが大きい象徴としてミッキーマウスを引き合いに出す時点で俺は、ああ、ダメだなって思うよ。コメントの瞬発力とセンスがない。うん、もっとあるでしょ。伝わりづらい。ミッキーマウスって人気の象徴なんだよ。だし、女の子からすると、その、いいイメージがある、ミッキーって。それをディスに引用するっていうのは、もう語彙がなさすぎるんだよ。ゴックさん、BGM いけてる。ありがとう。うん。おはよう。なんて読むんだろう、これ。向かい日、向かい、向かい、黒猫ちゃん、おはよう。おはようございます。ダメだよ。おい、ババア!おい、ババア!おめえの作る飯、ミシュランの三つ星レストランみてえな味だな。みたいな。どうしよう。ディスられたのかな。
いや、仲悪くないよ、別に。なんか、あれだよ、嫉妬してるんだよ。あの筋肉バカが。おはよう、うなぎ犬さんおはよう、アイテムありがとう。別に、なんか突っかかってくんだよね、うん。いや、よっぽどなんか女にモテるのが悔しいのか、何なのか知らないけど。うん、何なんだろうね。焦ってるんでしょ、多分。配信者として瞑想し始めちゃったんだよ。お祭りが終わって。和道ワールド見学に行きました。ああ、もう楽しんでてください。摩訶不思議アドベンチャーへようこそ、うん。ここでは常識は通用しませんから。ひまわりって読むのか。ありがとう、ナンボル。ひまわりさんおはよう。ひらがなにしよう。ひまわりって、うん。ひらがなにしよう。おはようございます、アキラさん。仕事頑張ってください。いってら。もう常識は通用しないからね、俺に。うん。もう、へりくつとか、大好き。へりくつとかね、なんつうんだろう。香ばしい話とか大好きだから。常識人はいらない。俺のリスナーに。カッチンおはよう。面白いと聞いて、多分ふわっちで一番面白いの僕ですね。ふわっち、分かる人にしか分からない。だってね、世の中ってバカが 99% なのよ。で、ここの放送面白いっていうやつは 1% の人間なの。頭がいいからだよね。お笑いリテラシーが高いからなんだよ。だからバカ向けに放送やってないから。そう。分かる。本当に面白いものは、視聴率 1% 切るからね。俺はそう信じてるよ。もう再教育ですよ。バカが多いから。世間の常識っていうか、例えばその子供の頃、子供ってすごいピュアなんですよ。子供ってすごいピュアで、思った疑問をそのままぶつけられるの。でもね、大人って、俺ね、これ間違ってるなと思うのは、大人は言わなくなるだけなんだよ。そうで、言わなくなることはかっこいいって勘違いしてんの。違うからね。自分が傷つくの怖くなってるチキン野郎になってるだけなのよ。その子供が持ってる柔軟さとか疑問とか、そういうものを大切にして、それを解くのが大人の仕事なの。そう、幼少の頃に気づいた初心ってやつだよね。 YouTube を見て笑いすぎました。リテラシー高いひまわりさんは。俺の放送面白いって思うやつは本当にセンスがあるやつ。わかるやつに分かればいいと思ってるから。わからないやつはもうわかんなくていいよ、俺の放送。荒野とか見てればいいんだ。荒野見て笑ってればいいんだ。そう。荒野とか愛子とか見て笑ってればいいんだ。得の高い放送だから。少数衛星で切り込んでいくスタイルだから。フロート受けする放送です。どうも。子供は感情をぶつけてくるから。でもね、子供ってバカじゃないんだよ。本質をついてるんだよ。ただ子供って、子供も大人も疑問に思うところは大体一緒なの。でも子供は表現ができないの、それを。言葉とか言語で、いや、理屈がないのよ、彼らには。言語化できないの。だから殴ったり泣いたりと喧嘩したりするのよ。そう。でも、その子供の頃に持った疑問とかって、実は世の中を解き明かす鍵だったりするわけよ。なんていうのかな。まあ、ヒット商品を生み出す何かだったりとか。まあ、すごい大事にした方がいいと思うよ。その子供の感覚っていうのは。そう、子供の感覚持って子供みたいなことやったらダメなんだけど、子供の感覚を押し殺してるやつっていうのはメンヘラになっちゃう。これマジで言ってるからね。要はね、自分の心に嘘をつくやつっていうのはヘラるんだよ。
で、俺減らんなくなったんだよ、最近。それはなんでかって言ったら、もう俺が思う通りに、もう生きてるからだよね。何の疑問も何の不安もない。毎日がハッピー。本当に今幸せだもん。要は思ってることはすぐ言う。で、もう嫌いだと思ったら嫌いな人とは関わらない。好きな人と一緒にいる。毎日ハッピーだよ。すごい難しいようでね、実は毎日ちゃんと積み重ねて2年3年ってなってくると、超幸せになるよ。それだけで。本当おすすめする。ノンストレスだよ、ノンストレス。あのね、人間を殺す一番の、毒はね、俺はストレスだと思ってんの。朝から昨日話しかけてきたから、宿題やり忘れたとか言ってきたから、ママ悪くないしって言ったらもういいって怒って学校行きました。ん？朝から、わかりづれい文章だな。朝から昨日？朝から昨日？昨日の朝？朝から昨日？昨日話しかけてきた？朝から？朝話しかけてきたの？昨日話しかけてきたの？宿題やり忘れたとか言ってきたから、ママ悪くないって誰が言ったの？言ったらもういいって怒って学校行きました。もう全然わかんないよ。なんでこうなるんだよ。朝なの？昨日なの？誰が宿題忘れたの？誰が学校行ったの？ママ悪くないって言ったのはママなの？子供なの？誰かわかる人いる？これもう全然わかんないよ俺。うん、どういうこと？日本語難しいよもう。はい、ワトツーノブリスいらっしゃい。俺ほんと日本語苦手なんだよ。全然誰かが学校に行った部分しかわからない。誰かが怒って学校に行ったのは伝わった。ただ誰が行ったのか全然わからない。ごめん、カッツン。読解能力ゼロだから、俺。わからないわ。誰かが怒って学校に行ったんだ。誰か通訳が欲しい、もう。通訳が。仕事行ってらっしゃい、佐々木さん。頑張ってください。昨日宿題やらなくて朝母親のせいにした。ああ、それわかるわ。それはわかるわ。みーすけおはよう。わかったわ。昨日宿題やらなかったと。で、母親のせいにした？ママ悪くないしって言ったら。あ、なるほど。だんだんわかってきた。息子が昨日宿題やらなかった。で、息子は母親が教えてくれなかったって言った。で、母親は、カッチンは、ママ悪くないし、カッチンが言ったんだ。そしたら息子が怒って、もういいって言って学校に行ったんだ。そういうことか。思い通りに生きるのは簡単だよ。その覚悟がないだけだよ。難しいんじゃないよ。多分ね、ミミはね、人のせいにしているんだよ。自分で決められるんだよ、人生は。ぐでたまわどつ。昨日から子供が話しかけてきて、その内容を昨日からずっと話して今日の朝怒り出した。わー、わかんない。朝から子供が昨日話しかけてきたから宿題やり忘れたとか言ってきたから解釈が全員違うな。私がママ悪くないしって言ったらもういいって子供が怒って学校行きました。これもわかんねえ、タワシさん。朝から子供が昨日話しかけてきたから宿題やり忘れた。昨日話しかけてきた。もういいよ。どれが正解かわかんねえわ。ニュアンスが全部違うんだよ。俺ね、実はね、俺アスペっていう病気を持ってて、こういう読解能力がゼロなの。だけど、俺の説明ってみんなイメージしやすいでしょ。これ絶対あるはずなの。他の配信者に比べて、俺の話ってイメージができやすいの。それなんでかっていうと、俺がそういう自分の喋り方じゃないと理解できないからの。あのね、喋りの上手い人と下手な人の違いっていうのは、思い浮かぶイメージなんだよ。思い浮かぶイメージを見たときに、俯瞰して言えるかなの。で、説明の下手な人って自分目線なのか他人目線なのか全部わけわかんなくなるの。そう。
ママが話しかけたせいで宿題できなかったってこと？え、違くねえか？朝から昨日話しかけてきたから、ま、宿題やり忘れたとか言ってきたからママが悪く、うん、わかんねえな。例え話とかうまいのはまさにそれなの。アスペは病気よ。宿題やろうとしたところにママが話しかけてきたから宿題ができなかったって朝からママに対して怒った。なるほど。たわしさんうまい。それはわかった。うん。うん。自民党の豊田議員じゃないけど、和道さんに優秀な秘書が必要。ブルジョワが当たりなの。ブジョルが当たりなの。ブジョルのコメントどれだ？ブジョル、ブジョル。ブジョル？ブジョルってどこだ？まあいいや。ブジョル。アスペはね、先天的な脳障害、そう。だから、雰囲気とか空気とかが圧倒的にないし、俺は特に言語の時系列がないの。だからこういう朝から昨日からとかがよくわかんなくなるの。うん。おはようみんな。だからね、文章って感情が伝わらないのってわかる？俺ね、トツかけてきてっていうのはそこなんだよ。要はね、バカてめえって言ってんのと、可愛い女の子は、バーカって可愛く言うのと、そのどっちのバカなのかが俺にはわかんないの。言語で聞いたら、超可愛い女の子ははにかみながらバーカって言われるのと、なんかやからにバーカって言われるのがわかんない。保育士めっちゃ向いてると思うよ。子供めっちゃ好きだから俺、うん、子供と動物はすっげー懐かれる。もうあとメンヘラあとメンヘラのババアね、うん、すっごいもうそれは才能ある、うん、心が綺麗だから、うんだけど文字だとニュアンスが伝わらない。文字でニュアンスを伝えるってすごい難しいよ、うん、絵文字で表現は大事だね、うん、だから絵文字を開発した人って相当頭いいと思う。俺のリスナーババアばっかりだから、俺ババア愛してるから、ババアと生きていく放送だから。メンヘラ厄介だよ。ラジオ代わりに聞いてて面白い配信者はなかなかいないです。あのね、ラジオ上手いのはね、ドレさんと、うなちゃんマンが抜群かな。うなちゃんマン抜群に上手い。この前解説したんだけど、実は画面を見れなくて放送を伝えるっていうのどういうことかっていうと、例えば、このながら作業をしてる人って、コメント読めないんですよ。料理作ったり。でもね、例えば、うなちゃんってこうやってやるの。ああ、左右。メンヘラではないババアです。わら。いや、まあ左右よ。メンヘラではないババアって言ってもよ。ああ、おじさんはよ。で、こう、なんつうの。左右がこのコメントをして、俺が返答するよっていうのを必ずやるの。ゆっくり読んでるときは、リスナーさんのコメントを読んでるときの。だから、コメントを見てなくても音で伝えることができるのよ。これ天才だよ。これ佐野智則だから。俺熟女が好きってわけじゃないんだけど、なんか年上の人ばっかり好きになるし、結果論ね。でその年齢がどんどん上がっていってるのよ。で極端な話言うと、俺別に60歳とセックスできるんだよ。70歳とも、それは年齢で区切ってるわけじゃなくて、たまたま好きになる人が年上になる人が多いだけ。そうそう、相手との人間性がないとイメージできない。そう、ウナはそこはすごいと思ってる。ドレさんは違う、タイプは違うんだけど、ドレさんのうまいところはコメント、本当に昔からなんだけど、俺アクティブ30とか20の頃から知ってるから、ね、1個のコメントに対して20分ぐらい喋ってんのよ。一人語りがうまいの。これすごい才能なのよ。だから極端な話、20分間コメント面白いの来るまでストックできるっていうかね、多分これ計算してやってないの。
要は自分語りタイプなんだよ。要はね、居酒屋、あーでもな、自分語りが超うまいの。ドルさんはちょっと違うの。異様に長いの。一個のワードから発展させるのが。そう。これはね、天性。すごいうまいよ。さばき上手ってわけじゃないんだよな、そこは。うん。うん。だから、ドルさんはいい。ただね、ドルさん、それが良かったのに、なんて言えばいいのかな。最近って、なんかね、ちょっとね、色気出てきてんだよ、配信者として。もうずっと言ってんだけど、なんかね、小細工始めてるの。なんか、その、キレゲーとかやってんのよ。もう怒ってもないくせに、怒ったふりとかしてんの。で、もうバカが、それこそバカが、わらわらとか、聞いてる聞いてるとかやってて、もう冷めるんだよ、俺からすると。もうこの芸風いいよっていう。俺別にドルさんそれで好きになったわけじゃないのにと思って、俺ぶっちゃけドルさんのリスナーほとんど最近やめちゃった。うん。もうなんか、もう普通の配信者になっちゃったんだよ。打たれもろいとかいうかね、なんかもう昔の本当に、あ、この人伸びるっていう感覚がなくて、なんかもうなんか、なんつうの、もうそれこそね、そこそこ閲覧があって、まあそこそこ回しが上手くなって、なんかもう、キレッキレのドルさんじゃなくなったんだよね。そう、なんかバッキンガム宮殿がなんだとか、なんか佐野がどうとか、なんかもういいやと思って、なんかね、冷めちゃうんだよね。捨て頃はバブル、いや別にそれが正解だと思うんだけど、そう、数字は増えてるし、正直そのバカに構ってもらってる方がいいんだよ。ただ俺はそのなんつうんだろう、うわこんなの知らなかったとかさ、あ、そういう世界なんだとか、あ、この人の価値観面白いな、みたいなものは最近のドルさんには見出せない。正直言うと。いや、別に傷ついてないよ。昔のドルさんはずーっと本当に朝まで聞いてたかった魅力があったの。本当にすごかったんだよ。この人なんで過疎なんだみたいな。これ誰も見つけてないのみたいな。で、キャリア聞いたら10年ぐらいやってるって言うんだよ。俺、バカなのと思って。こんな才能、潜らせてていいのかよと思っちゃったけど、まあ、もう毒されちゃったよ。昔のドレさんはもう多分見れない。だからもうね、なんかもう、昔の、なんつうんだろう。でもね、昔のドレさんだったら正直ね、閲覧ここまで取れないから、まあしょうがないんだよね。俺はでも、その過疎だった、ふわっち来たての頃に、面白いおっさん見つけたわっていう、あの感動はね、あったよ。このおじさん面白いっていう。いや、自分のスタイル、いや、しょうがないんだよ。それはやっぱり。やっぱ人が増えてきたら、スタイルが変わるのが普通だから。佐野さんは次の面白いコメント、話を膨らませてくるコメントまで流して、そういうこと。要はね、ちゃんまんのすごいところは、喋りながらコメント観察してて、この次の話題にシフトできるコメントが来るまで待つタイプなの。すごいの。ドレさんはどちらかっていうと、夢中になって没頭して喋れるタイプなの。タイプの性質が違うんだよね。要は、回しの天才タイプ。要はね、アカシアさんまタイプなんだよ。簡単に言うと。面白さは閲覧数と関係ないです。面白さと閲覧数は関係ない。ただ誤解してるの、みんな。面白いものほど閲覧が増えると思い込んでるの。全然違う。炎上させるか、事件が起きるものほど上がるだけなの。だから周りとの関係性なんだよ。面白くなくても売れるもんは売れるんだよ。ドレさんはね、多分これからそれがね、できるようになってくるんだと思うよ。なんかね、コメントが多くてちょっとやりづらそうなんだよね。要はね、過疎のスタイルが身についちゃってるんだよ、まだ。でもね、それは絶対スキルはついてくるから絶対大丈夫。で、ウェブでの活動でも、アートの活動でも、漫画でも、映画でも何でもそうなんだけど、これ覚えておいた方がいいよ。面白いって何なのかって、
俺の分析聞いてほしいのね。は、あの、面白いって何なのか。それは、見てる人、要はリスナーさんに今180人いるわけよ。この人たちの喜怒哀楽を動かすかどうかな。要は五感を揺さぶるんですよ。要は、うまいやつっていうのは泣かせることができるの。笑わせることができるの。悲しませることができるの。で、怒らせることができるの。この4つのか、ね、感覚の中で一番簡単なのは人を怒らせることなの。だから炎上っていうのがみんな定番になるの。人を感動させる、泣かせる、悲しませる、笑わせるは難しい。で、一番難しいって言われてるのが笑わせることなの。怒らせること、泣かせることは簡単なの。で、悲しみとか哀愁みたいなものを伝えたりとか、人を泣、人を笑わせるってすごく高度な。ワド、ドレさんの話に熱い。俺はファンだからね、もともとドレさんの。初めて画面で和道さん見たとき、アンツでした。あ、そうなんだ。へえ。なんで？で、あと、その、笑わせるって何なのかって言ったらね、笑いが起こるときっていうのは、不意打ちなんだよ。不意打ち。と、要は、予想してないことが起こることっていうのと、要は、非現実だよね。急に来る非現実と、あとはね、不幸なんだよ。この二つなの。要は、自分に降りかかる不幸感であったりとか、そこが突拍子もないところから飛んでくるワードなんだよね。和道の話術はズバ抜けてると思う。いや、そんなことないよ。そんなことない。俺は得意なトークスタイルと苦手なトークスタイルってあるの。自分の中で。感情を失ったら人として終わり。感情のない人間はいない。人として終わりじゃなくて、感情がない俺かっけーってやってるだけ。感情がない私ってかっけーって。感情は絶対にあるの。初めて見たのがヒカルくんの枠で、和道さんがヒカルくんにステッカー売るのはダメだって言ってた時だった。あー、はいはいはい。寿司屋さんでね。寿司屋さんでね。俺はでも当時それは本気で思ってたよ。もちろん謝ったけど、それは間違ってたって。今では立派なステッカー屋さんだから、ね。俺はその時思ったことは正直言うし、あ、俺が間違ってたなって思ったら速攻謝るから。質問に入りやすい。俺はね、どちらかっていうとね、コメントが多いタイプじゃないんだよ。なんか、その、本当に聞き流せるっていうか、俺が下手なのはコメントをさせたくなる。要はね、要は、あからさまなツッコミみたいなの。要はね、配信でボケに回った方がいいの。本当は。で、リスナーさんがツッコむっていう方が楽しいんだよ。だから、ピエロにならないといけないの。で、俺ピエロになれないの。もう、滲み出る知性。インテリジェンスな佇まいとか、もうすべて醸し出しちゃってるから、もうリスナーさんが勝てないってなっちゃうから、この人には勝てないってなっちゃうから向いてない。実はオンオフの差が激しいよね。違う、もうね、昔は無理して喋ってたの。だけど今はね、もうそれやめたの。無理して沸かせよう、流れを作ろうとしてたんだけど、やめて、今日の客はどんな客なんだろう。いや、ダメな日を作るようになったの。自分の中で。今楽しいのね。当たりの日なの、今日は。客層が当たってるの。だからトーク面白い。要はね、つまらない客に対して面白いことやるっていうのは逆に失礼だと。黙ってる人には黙ってよと。コメント書かれないで、シーンみたいな時はもう俺もシーンってやって。だから俺がギターとか取り出したりとかしたら、こうやってやったらもうつまんねえなっていう。今日の客っていう状態。要はもう他のことやろうっていう。で、面白いやつ来るまで待とうっていう。で、その、なんで無理するかっていうと、無理してやってるとイライラするのよ。受けなかった時とか、ハマらなかった時。そうじゃなくて、自然体でやってかないと、ロングでできないなと思って。で、長い目で見たら、
その面白い時に当たりの日で見てもらったらフォローしてもらえるの分かってるし、次も面白い流れってどんどんできてくのよ。だから3年4年っていう長い先の目で見てたらその方がいいと思って、でゆっくりゆっくりいい流れがずーっとできるようにリスナーさんとタッグ組んでやってこうっていうのが今の考え方を。無理はしない。ダメな日はもう徹底的にダメな日でいいや。面白い日はまあもちろん面白い日を続けようとはしてるけど、じゃないといいリスナーさんを獲得できないっていうのが今の俺の感覚で、俺よりも面白いやつがいるんだったらそっち側に行くから。リスナーさんってあのバカじゃないんだよ。リスナーさんってその時間で一番面白いやつを見に行くんだよ。そうだよ、ギター弾く時っていうのは当てつけだよ。今日の客つまんねえから俺勝手に遊ぶわって一人遊び始めてんだよ。そう、そういうことよ、うん、俺がギター持ち出したらみんなあのふてくされてると思っていいですよ。だから大体1時間ぐらいしたら喋り始めるでしょ。客層入れ替わるのそれくらいだから、うん、っていうのももう正直言うけど4年もやってると喋ることねえんだよ。正直言うともうなんつうのネタの引き出しの中身全部見られてる状態だから、逆にリスナーさんの引き出し開けた方が早いの。絶対面白いんだよそっちの方が、話題豊富だし。だからもう常に振りを待ってるっていう状態に近いかもしれない。うん、そういう枠なの、うん、今日はもうやる気ない、今はやる気ないよっていう、うん、一個のアイコンになってる。俺が一番分かってるわけじゃん。ギターもう持った瞬間に閲覧減るの分かってるから、うん、もう明らかに乗ってない時だと思っていいよ。ただあのね、正直言うけどこのギターは多分ね10年後役に立つと思う。このギターは10年後花開くよ絶対、うん、ただ無駄にはしてない時間を。ふてくはされてるけど、本当にあとやりたい放送はラジオパートナーみたいなのを見つけて、あの本当にラジオでやりたい。超面白い話の合うパートナー見つけて、一週間に一回はそいつと一時間ただ語るだけでコメント一切読まない。そういうのもやりたい。うん、ギター弾いてるときはもう俺がトークする気ないときだね。そうだね、ギターがもうプロ並みになってきたらもうやばいなと思った方がいいよ。、うん、こいつギター上達しちゃってるじゃんっていうのはもう配信者としては外れまくってる時だよ。あとね、なんだろう、すげえ意識するようになったことなんだろうな。昔はね、多分ね3倍のスピードで4時間とか6時間とか喋ってたかな。だからね、多分ね今で言う18時間分の情報量を出してたんだよ。引き出しが多かったからバンバン引き出し開けてたんだけど、だけどね、それが面白いかっていうと違うんだよね。情報量がただ多ければいいっていうよりも、少ない情報量でディティールを話した方が実はいいっていうことに気がついたかもしれない。おはよう。山本さん風船ありがとう。おはよう、ネギ娘。おはよう。それはすごい考えるようになったかな。コーヒー飲んだ時の話なんだけどっていうのを、その実はこのタリーズのコーヒーっていうのはさ、味が変わったんだよ、コーヒー業界変わったんだよみたいな、その一個一個丁寧に話すようになったかもしれない。要はそのなんて言うんだろう、その方がねいいんだよ多分。緩急つけられるから。
どんなコーヒーにするかは俺次第だからね。コメントありがとう。そういうことだから、そういうところだから、わかる？俺にギターを弾かせるなっていう話をしたんだよ今。うん。すぐギター出すから、お前らがコメントしなくなったら。うん、うん、そういうところだよ、うん、受け身じゃダメだよ。一緒に作ろう面白い会話、面白い会話。もう閲覧10減ったかんね今ので。リスナーってシビアだから、つまらないと思ったらすぐブラウザ変えるからね、うんうん、そういう話になってくるよ。あれか、今日あれだ、飲み会か。ていうかマジで太ったよな。顔太った？自分だと気づかないんだよな。うん。環境が悪い、周りが悪いってこと。何を言ってるのか全然わかんない。ピクってなった。うん。ウクレレあんま好きじゃないかな。うん。ウクレレあんま好きじゃないね。うん。太ったかな。なんか最近腹も出てきたし。やっぱちょっと走ろうかなって思うよね。足ももう治ってきたし、鈍い痛みも取れてきたよだいぶ。やっぱ2週間かかるんだな。っていうか達彦の月一の練習っていつ開かれるんだろう。誘われるのかな俺。次ボクシングルールでやりたいんだよね。手頃あったら。ルールもなんかムエタイルールだかバーリトゥードルールになんか統一されるみたいな話聞いたんだよね。格闘技、ジム通おうかなと思ってる自分がいますね。新宿でボクシングジム検索して、あここだったらいいなとか、値段とか、あここキックもやってるんだとか検索するようになってて、で、できれば自分、ボクシングが好きだから、素手だ、腕だけ、ボクシングルールで、もし次チャンスがあるんなら、出てみたいなと思ってるけど、捨て頃のルールがわかんないから、なんかそういうのを明示してほしいよね。選べますとか、ボクシング部門でこういう、何名募集してますとかさ。それだったらいいけど、どうなんだろうね。腕だけでやりたいかな、うん、なんか蹴り技があるとやだ。蹴り嫌い。パンチがいい。パンチかっこよくない？なんかキックの方が強いの分かってるんだけど、実用的じゃん蹴りって。嫌なんだよね。なんかなんかボクシングは避けたりさ、ガードしたりとか、なんかカウンターとかさ、限定されてるからこそなんか技術がすごいいろいろあるから、すげえ面白いんだよね、見てて。最近メイウェザーだっけ？あの人の試合とか見てる。芸術だよね、本当に。プロボクサーの世界チャンピオンの試合とか見てるのもうほんと感動する。
なんでこんなことができるんだみたいな。人間の動きじゃないよ。なんかそういう、なんか それって筋トレじゃん。あ、でも思った。あのね、こういうのかっこいいなって思ったのが、もう何にも考えないで、もうボクシングジムにも行かないのよ。もう踊るように。もう次ね、俺ね、その練習行ったら、もう常識全部捨てて、もう荒野みたいに戦おうと思った。もう何でもいいの。もうジャンプしていきなり殴りかかったりとか、もうそれこそ池袋ウエストゲートパークのキングみたいな戦い方しようかなと思って。そういうのがやりたいと思って。なんかもう、トリッキーどころじゃないみたいな。もう自由すぎるだろ、こいつみたいな。なんかもう気持ちだけで戦うみたいなのをやってみようと思って。ジャブとか全部捨てて。っていうのも、捨て頃出たじゃん。で、テルチャンピンでやったじゃん。結局、猫パンチだったじゃん。俺がやった技は。だから、結局、気持ちを鍛えておかないと、俺ダメだと思ったの。もう、技術うんぬん、3ヶ月練習したのに、ジャブ一発すら打ってないわけじゃん。だったら、もう、気持ち鍛えて、踊るように、舞うように、心が思うままに、ブンブンブン回して、ブンブン避けて、もう、踊ってみたりとかしてみようかな、みたいな。3分間、もう、自由に動く、みたいな。なんかそれ楽しそうと思って、もし次練習あったらそれ一回試してみようかなと。ダメだったらダメで、ね、ちゃんとまたジャブからやり直せばいいんだ。そう？猫パンチだった。でもね、びっくりするよ。あんだけ練習したのにさ、あんだけ練習したのにさ、猫パンチかよっていう。びっくりするよ、ほんと。いや、須藤元気はさ、その技術があってやってるわけじゃん。だから、あれは、なんつうんだろう。もっとあんなかっこいいわ、いや、かっこいいつうか、かっちりしてるもんじゃなくて、もっとなんかもうこんなんだよ。俺が言ってんの。おい、大丈夫か、あいつっていう。いや、もう、気違いだなっていう。もう、動きでもう、思うがままに、もう、適当なのも。須藤元気はさ、一応そのダンスっぽかったりさ、バックブローとかさ、ちゃんと技を出してるな。お、バレーニョ久しぶり。1ラウンド、ムエタイの勝利の前しかしてないとか。いや、違うの、もう、なんつーの。もう、体でもっと表現するっていうかさ、パワフルにとかさ、もう、なんつーんだろう。ニュアンスわかるかな、もう。なんつーの。もう心のまま殴りかかるみたいな、そういうのをやってみないとダメだと思った、ジャブ打ってる人どれ便所ポンスケぐらいじゃね。でも俺はだからそのジャブ打てなかったことがすげえびっくりしてんの自分の中で。びっくりしてんの結構本当に。なんだ、なんでできないんだろうみたいな。だからそれはやってみたいね一回。自分の経験としてもう何にも考えないで、経験として入れておきたいの。なんつうんだろう、だってさ、なんだろう、ジャブとか頭から飛んでる状態違うんだって。その俺の中ではジャブ打ってるのよ。右ストレート打ってんだけどこんなんなってんのよ。なんて言えばいいんだろうな。さ、本当に会場に飲まれてないのよ。会場にも飲まれてないし、なんて言えばいいんだろう。本当なんであんなことになったんだろうみたいな。わかんないんだよ、自分で。だったらもう、なんつうの、そう、本番慣れみたいな感じなの、俺からすると。
もう、なんつうんだろう。もっと気持ちっていうか、なんつうんだろうな。とにかく俺は心鍛えないとダメだと思ったの。でも、絵とかもそうだと思うよ。究極。音楽とかも。絵とか音楽とかも、もう気持ちがバンバン入って。だから、それを表現するための練習なわけだ。極端な話。分かった。頭で考えるより体、そう。そういうこと、そういうこと。要は、なんだろう。毎日本気でやってたんだけど、俺がやるって決めてたのは、ジャブをきれいに打つ、ガードをしっかりするとか、そういうのが目的だったわけじゃん。違うのも、なんつうの、相手を倒すとか、勝つとか、やりきるを、に、もう、要は自分を3分3ラウンドで全部出すっていうことを目的に変える。要は勝つためだけのこと。そう、そっちの方が役に立つっていうかさ。その方が本番に強い人間になるんじゃないかっていう感じがしたんだよね。なんて言えばいいんだろう、もう。だから、シャドウとかも、もうジャブワンツーとかじゃなくて、もう、なんかもう、もうぶん回し続けるみたいな、もう、わかんなくていいから。がむしゃらっていうの。で、最初は多分形になんないんだけど、それを何年もやったら、なんかトリッキーな動きになりそうな気がするんだよね。誰も予想しないような。もう本当にいろんなもん学んだよ。体験的に。直感的にっていうのかな。あ、みんなが言ってたの、こういうことか、みたいな。だから高村はそれで勝ったけど、じゃあ、あれはブライアン・ホークが練習してなかったからでしょ？言いたいところは。違うんだよな。なんつうんだろう。心が強くないと練習したことも出せないんだよ。別にジャブを否定してるわけじゃないの。俺が否定してるのはジャブじゃなくて、本番にジャブ出せない自分の心の弱さの方。だからその心が強くないと技術とか体力とか意味ないっていうのがよく分かったわけよ。だから、技術を否定してるわけでも、体力を否定してるわけじゃないの。俺の心の弱さを否定してるから、心を強くするトレーニングとしてそれをやらなきゃダメだってことね。わかる？それはね、すごく感じたよ。その、カラオケでもそうだし、何でもそうなんだけど、最近、その行動をしなきゃって、悩むのをやめたの。捨て頃から、その前から意識はしてたけど、特にそうなったの。もう行動しようとか、歩こうとか、シンプルに生きようみたいな。ジャブ打つと相手も打ってくる怖さとかじゃなくて、もうそういうのをすっ飛ばしたいんだよね。もう踊りたいの、俺は。リングの上でも、配信でも。もう全部出し切りたいっていうか、もうぐわーって。でも、オナニーなんだよ、それって、究極の。ミールおはよう。もう解放しきって、全部出して、ぐっすり寝たいの。ふわーってなって。なんか、悶々としたくないっていうのかな。もう負けたっていいんだよ、正直。負けにはいかないけど、自分に勝ちたいっていうか、もう常に。もうだからもう、なんつうんだろう、その、体力が残ってて、その、なんかするっていうのがすごく嫌で。全部出し切って、もう、ブワーってなって、バタンって、もう勝ちも負けもなくて、寝るって感じがいいの。おやすみみたいな。そう、ゾーン、そう。で、正直言うと、その、なかったんだよね、その、それが。まこさんいらっしゃい、わだつ。もっと笑いたかったし、もっと泣きたかったし。それは捨て頃だけのことを話してるわけじゃなくて、多分俺の生き方がリングに出たんだよ。自分がもうまんま出るの、あそこって。本番のリングって。全部出るの。いいとこ悪いところ。で、正直、自分が嫌だったから、その、あそこで見た自分が。
俺は納得いってないとか、こんなの俺じゃないと思ったから。だからもう思った通りにやってみる、もう。これからは。その気持ちがないとね、多分ね、技術とか体力とか上げても意味ねえよ。どっちでもないね。どっちでもない。金銭的呪縛は解かれたから次は行動、心と行動を楽しみにしてる。俺本当に、本当に金銭的に解放された。マジで。俺びっくりするんだよ。俺ね、毎日これマジで今だから話せるんだけど、まあ、当時も言ってたけど、生活保護の時、一日の食費1000円なんだよ。で、俺結構飯食う方じゃん。だから、本当に朝マック行って、100円のソーセージマフィン2個買って、で、家で水飲みながら食うんだよ。それ200円でしょ？で、スーパーの惣菜で半額コーナーで、ドレさんの話みたいで、ドレさんの話だから超共感できたの。350円の弁当1個買って、で、ジュース1日1本。だから、昔さ、ジュース飲みたいとかよく配信で言ってたんだよ。コーラ飲みたいとかジュース飲みたいとか。だから送られてきたわけだ。今ないんだよ。冷蔵庫にジュースだらけだし、なんか甘いもんとか食いまくれるし、それこそさ、誰かと飯行こうって言っても行こう行こうって言えんのよ。本当に悩みないの。それで、ね、このジーパン買うのに俺2年かかってんのよ。要は本当に金ないから、生活保護って。ジーパン1本、4000円のジーパン、5000円のジーパン1本買うのに2年貯金しないといけない生活だったの。それがさ、今じゃさ、リーバイス2本買おうかなとか言ってんだよ。本当にありがたいんだよ。本当にありがたいの。本当に。金で悩むことがなくなったんだよ。普通の生活ぐらいだったら。その、あれだよ、別にうまいステーキとか寿司とか毎日食うとかないよ。でも俺は、一杯1000円のラーメン食うのに、一週間に一回のご褒美だったんだよ。本当に。本当だぜ。3年間、4年間か。3年間。その前からしたらさ、もっとひどかったわけだ。満喫で暮らしてて。すごいよ。俺沖縄行こうかなっつってんだよ。自分の人生だぜ。3年前の自分に頑張れって言いたいもん。4年前の自分に。もう大丈夫だからって。大丈夫だからって。お前がやろうとしてる道は間違ってないからって。勇気づけに行きたいよ、今から。4年前の死にてえって言ってて。うん。うまいものも食えねえ。部屋に布団もねえ。うん。生きるか死ぬか。うん。今仲間もいるし、友達もいるしさ。最高だよ、本当に。もっともっと、もっともっと上に行きたい、俺は。何もかも、呪縛から解き放たれたい。沖縄自腹だよ、うん。金銭的なストレスは、辛いとは思わなかったけど、絶対うまいもん食えるようになってやるとか、絶対見返してやるって毎日思ってたよ。こんなの俺の人生じゃないって。俺はもっと稼げるとか。まあ、自腹っつってもね、もう、俺の収入すべてがリスナーさんからもらってるお金みたいなもんだから。俺は自腹っていう概念はないけど。私たちの金だって堂々と言っていいよ。でもね、ちょっと、実はね、自炊を始めないとって思ってる。すっごい増えるよ。すごい増える。まあ、心が乱れたわけじゃないよ。もちろん、だから信じてたから今があると思ってるから。ただまあ、今考えると辛かったよ。今考えると。当時は当たり前だと思ってたからあれだけど、
その中で惨めな思いも何回もしたけど、それは辛かったですよ。20後半にもなって居酒屋にも行けなかったんだもん。辛いよ。彼女に飯をおごってあげることすらできなかったんだもん。俺のんちゃんに孔明何回おごったか。俺ケンタッキーも連れてったし、回転寿司も連れてったし、のんちゃんにいくら食費をかけたか。ビッグマックセットも食わせたし、健康的にも経済的にも自炊大事だな。それは思った。その、金銭面じゃなくて、なんか贅沢病みたいなのは良くないと思ってて。自炊、だから最近蕎麦茹でたりとか、その配信で外食するときとか普通に積極的にやろうとは思ってるけど、家にいるときにその無駄遣いとかあんましないようにしないとなっていうふうに今考えてるかな。その、なんつうんだろう。うん。あ、にゃー、最近来なかったね。うん。いらっしゃい。俺はだから、まだまだ上に行きたいよ、本当に。もうそれこそ人生がひっくり返ったぐらいに見せたい。これ本当に和道かよって。これ和道かって言わせたいよ。生活保護バッシングも、過呼吸も起きないし、減らなくなったよ。俺減らってるの見てないでしょ、ふわっち来てから。本当にストレスから解放されてるから。過呼吸も起こさない。パニックも起こさない。ストレスもない。ぶどうとう先輩、ウーロン茶ありがとう。もう、それこそ世の中の価値観ひっくり返すぐらい稼いでやろうと思ってるよ。クックパッド2、ワード2。本当に。料理配信はしない、めんどくさい。稼いで稼いで稼いで、食い物配信もあんま好きじゃない。稼いで稼いで稼いで、もう本当に最高の人生にしてやろうと思ってる。おいちゃんいらっしゃい。おいっせー。もうぶっ飛んで成功してやろうと思ってるから。とんでもない、もうみんなが常識では考えられないぐらい成功しようと思ってる。配信でね。実はね、今捨て頃の話と金の話ってみんなからすると繋がってないでしょ。お金の話と捨て頃の話って繋がってないでしょ。俺繋がってるんだよ。要はね、心を解放して全部フルに出してぐっすり寝れるようになって、要は子供みたいに生きられるようになった時、俺は億稼げると思ってる。要はね、ヒカルくんもそうだし、金梅さんもそうなんだけど、そうやって生きてるんだよ。やっぱり大手と絡むと、大手のオーラっていうか、大手映るんだよ。俺、金梅さんとね、一緒にいてね、やっぱね、この人本物だ。手洗ってるわ。うん。手洗ってるわ。うん。ところで MC の依頼の話はどのような番組内容のものですか？
うん、わかんない。うん。まだだって、ブッキング決まってないもん。正式に。エミちゃんおはよう。だから、俺は、もうね、俺が1億稼いで当たり前なんだ。俺はそれくらいの表現者なんだって。俺はどうだよって心の底から思わないといけないの。俺は当時生活保護だった。でも配信でプロになって普通のサラリーマン以上の生活ができるようになるっていうマインドセットだった。違う。それじゃ足りないの。だからもうガンガン上げてんの。今。俺の価値観を。もうバネをバンバンバチバチ上げてんの。ネジどんどん取っ払ってんの。もう古いネジを。これじゃダメなんだよ。もうね、本当にね、その、俺はスーパースターだみたいな。もう俺が世界回してんだぐらいに思わないダメなんだよ、やっぱり。心から来るの、俺は。そう思ってるの。心の通りに現実化すると思ってるのね。もう予期せぬことは起こらない。求めた部分だけ来るんだよ。うん。あ、1時間経ったんで、アイテムタイムよろしくお願いします。アイテムくれる人、アイテムお願いします。おはよう、エミさん。1時間に1回アイテムタイムです。ご支援をしてくれる人は支援をお願いします。俺はこれから解放するよ。バリバリやっていくよ。もうやりたいことだけやっていくよ。ありがとう。ニアナトビありがとう。ありがとうございます。マリーハートありがとう。ブドウ糖先輩、クロウーロン茶プレゼントありがとう。アイテムありがとう。アイテムありがとう。あざーす。おい、サムちゃん、花火ありがとう。ダーン。あざーす。サムちゃんおはよう。あざーす。いいねー。縄跳びありがとう。ニャコ、縄跳びありがとう。おはよう。ワードツー、アイテムありがとうございます。初見さんぜひフォローしてください。よろしくお願いします。おはよう。え、アイラの真似してないよ。ケーキありがとう。ブドウ糖先輩ケーキありがとう。ありがとうございます。みんなアイテムありがとう。あざーす。あざーす。しばらく俺の動きを見ててほしい。また俺はね、またね、生まれ変わろうとしてるから。ポケモンの進化のごとくね、今ね、その自己否定を始めたんだよ。今のままじゃダメ。もう俺今の自分じゃ満足できない。もっともっと行きたい。上にその自分の殻を破っていきたい。もっともっと行きたい。もっとワクワクすることしたいし、もっとアクティブになりたいし、もうとことんやりたい。とことんやりたい。配信者じゃなくなりたいよね、もう。配信者なんだけど、配信って結局自分じゃん。自分じゃん。で、もう自分を全肯定できるまで行きたいの。で、口で言うことはできるよ。俺すげえって。そうじゃなくて、もう俺ほんとすげえなって思いたいの。お、マジかみたいな。こんなやついんのかって、本当に思える人生にしたいから。次は何に生まれ変わる？今の俺のテーマは、もう完璧に毎日パワフルに生きる男。毎日全力で生きる男。その、ぐっすり寝れる男。今はもう好きなことができるようになったから、そう、好きなことやるんだけど、その好きを本気で追求できる男になりたいの。全力でやれる男になりたいの。格好悪くてもいいから。周りの目を一切気にしないで、表現しきるっていうか。なんつうんだろう。もうそこまで行くと究極言葉がいらなくなると思ってんの。そう。自分の一番大事な武器の言葉がいらなくなった時、俺は最強になれると思ってんのね。ののんはどついらっしゃい。うん。
それが多分自分の完成形だと思ってんの。言語いらないっていう、言葉を捨てるっていう、言葉も武器なんだろうけど、そこに頼らないっていうか。もう毎日がエブリデイだよね。でもね、だん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 良くなってきてて、他人が羨ましくなくなってきたの。だんだん他人と比較することが極端になくなってきたのは、心が強くなってると思う。もうその自己反省と自己肯定の繰り返ししかないんだよ。誰のことも考えなくなった。その昔こいつ羨ましいとか、こいつすげえとか、俺の方がすげえとかあったの？ない。どうでもいい。もう自己成長しか考えなくなったね。俺はどうするべきか、どうあるべきか、もうこの考え方すら邪道みたいな、うん、時間がないっていう。いいよ、今最高に楽しいよ。最高に楽しい。自己分、みんなはどうなのか分かんないけど、毎日自分と会話しない。今日の自分どうだったのかとか、今自分に嘘ついてるかとかさ、考えない？俺ずーっと子供の頃からね、考えるよ。いや、毎日がエブリデイだよ。毎日がエブリデイ。なんかそのもう世界で最高に人生楽しんでんの俺だなって思いたいの。思いたくない？世界で一番かっこよくて、世界で一番楽しいの俺じゃねえって。人類史上って。そうなりたいね。ないですね。なんでかっていうと、配信は俺にとってツールなんですよ。みんなからすると配信者かもしんないけど、俺からしたら、電話使ってる感覚なのよ。俺は、その、作家でもあるし、映画監督でもあるし、カメラマンでもあるし、クリエイターでもあるし、役者でもあるし、配信者でもあると思ってるから、俺を表現するための一個のツールなんだよ、これは。そう。俺にとっての装置っていうか、でもかなり、そう、なんつうんだろう。そのね、割合はかなり占めてるけど、人生の中で。俺は極端な話、カメラマンがいてずっと俺のこと流してくれればいいと思ってるから、今その財力がないだけなのよ俺に。だけどそのいずれそのそうなると思うよ、うん、俺をずっと映す人がいる状態、うん、で俺の部屋を掃除する人、俺の体を洗う人、俺の洗濯をする人、もう全部もう100人ぐらいのスタッフがいる状態にしたい。でも常に何かをやってたい。もう自分のやりたいことを追っかけて、うん、目的とか手段とか分かんないけど、なんだろう、俺は極端な話、なんか最高の自分っていうのは、もう自分がやること全てがお金に変わる。それをお金が欲しいってわけじゃなくて、もう例えば俺が絵を描いたら、それ売ってくださいって言われる状態で、俺うーんってなんか生きてたら、普通に出版社の人が来て、和藤さん本出してください、いいよって、うん、じゃあ俺めんどくさいから文章書くの苦手だから、インタビューしてって喋るからって、でゴーストライター用意してね、わかりましたって、うん、とか、うん、和藤さん曲出しませんか、じゃあ俺こういうジャンルの音楽好きだから、こういうアーティストとこういう楽曲用意しといて、 OK です、楽しいじゃん。もうそれくらいになりたいよね、うん、テレビで、ま、出てもらえませんかとか。宗教の教祖にはなろうと思ってなくて、なんかもうそういう状態。ただその絵も本気で描くし、インタビューも本気で答えるし、全部本気でやってたいの。とにかく本気でやってるだけで、小難しいこととか戦略とかは全部任せる。プロに。頭のいい人に任せる。うん。自分しかできない状態にしたい。自分しかできないことを表現してるだけみたいな。そういうのが俺はいい。
そうなりたくて、うん、本気でそうなりたい。で、俺がなりたいとか俺がこうなるって思ったことは絶対達成できるんだよ。で、俺はついにそれが見えるステージに来たんだよ。だから10年以内に多分そうなってるんだよ、本当に。マジで。ここが俺の面白いところなのね。10年以内にそうなるっていう。最高の自分になってるっていう。ならなかった試しがないから。何かしら運がいいんだろうね、多分。なんかそういう予感がする。マルチクリエイターっていうか、俺は職業和道だと思ってて、で、見る人によって俺の職業が変わるんだよ。だから俺の本を買って俺を知った人は俺のこと作家って言うし、配信を見て俺を知った人は俺のこと配信者って言うし、そう。だから呼び方は周りに任せるっていうか、俺は別に、いや、俺が和道、俺、職業和道だからっていうか、職業ですらないっていうか、うん。本気でそうなりたいのね。映画を見て、俺の作った映画を見て、AV を見たら AV 監督っていうわけじゃん。何でもいい、別に。そこにこだわりはない、本当に。職業何ですかって言われた時に、わかんないっすって答えたいの。なんか、わかんないっすって。ニートですかねみたいな。遊んでますって。うん、遊び人。遊び人とか言うよ。でもね、俺ドラゴンクエストってほんとすごいと思うよ。遊び人を知らないと賢者になれないんだよ。あれってすごくない？遊び人を経由しないと、遊び人をある程度極めないと賢者になれないっていう設定すごいと思うよ。ドラクエ3。超かっこいいよ。あれ本当だと思うもん。本当に賢いやつは、賢いやつを横に置けばいいんだよ。自分が賢者である必要ない。あ、勇者になりたいんだよ。俺勇者っていう設定もすごいと思ってて、武道家わかるじゃん、戦士わかるじゃん、魔法使いわかるじゃん、僧侶わかるじゃん。勇者って勇気あるものだよ。主人公は勇気があるやつなんだよ。だから極端な話、俺が言ってることそうじゃん。勇気とか表現しきるとか出しきるとかそういうことでしょ。もう賢者を置けばいいんだよ、横に。難しいことは頭のいいやつに、信頼できる頭のいいやつを仲間、パーティーにすればいい。だからよく言われんの。1億円稼ぎてんだよって言ったら、どうやって稼ぐんですかって。知らないって答えんの。俺は知らないけど、1億円稼ぐって決めたんだよねって言うと笑われるんだよね。うん。クラリスおはよう。その感覚がわかんないの、俺は。戦略をこね回したら、じゃあ1億円手に入るかって言ったら違うんだよ、俺にとって。そうじゃなくて、1億円俺は手に入れるって決めたやつが手に入れてると思ってんの。俺は年収1000万って決めたやつが年収1000万だと思ってんの。じゃあ俺が1億円稼ぐって言ったら何が悪いのって話になってくるじゃん。だって子供の時にさ、1億円みんな持ってないわけでしょ。俺は億万長者になるって言ったやつだけが持ってるんだよ。何にもおかしいことないのに、俺が億万長者に配信になるんだって言ったら笑われるんだよ。なんだそれと思って。こいつ頭悪いな、みたいな。うん。じゃあお前持ってんのって思うんだよね。花火だって一日何発？花火一日、いくらだっけ？ 300 発毎日上がれば億万長者なんだよ。で、普通の人は無理でしょ？諦めなよって言ったの。俺一日350発花火上がればいいんでしょって言ったら、な、ワド、諦めただろって言われた。俺逆なの。毎日花火350発上がればいいだけでしょって考えちゃったの。すげえ簡単じゃんっていう例えで、花火一日350発だよって言ったら、な、ワド、諦めただろって言われたの。こいつバカかと思って。今、一日多分20発、30発なんだよ。じゃあ10倍頑張ればいいだけじゃん。10倍リスナーがいたら俺億万長者だよ。シンプルじゃね？だから発想が違うんだと思う、多分。なんか運がいいんだよね、俺。すげえ昔から運が良くて、やる自信があるっていうか、あ、多分やるだろうなっていう。
なんかね、別に俺多分ね、例えばさ、そのニコ生でそのふわっちがなかった頃からプロ配信者になるって言ってんの、なんつうんだろう、なんかよくわかんなくて、なんか現実性、なんつうんだろう、なんか現実的に考えるやつがよくわかんなくて、俺世の中の方が、現実の方がめちゃくちゃだと思ってんの。世の中の方がめちゃくちゃなこと言ってて、俺が正しいこと言ってるぐらいにしか思ってないから、なんか別に配信さんとなくてもいつかできるっしょみたいな、別に今稼いでるやつがいないだけで、別に俺が思ってんだからなるよぐらいにしか本当に思ってない。あんまり理屈で考えてないんだよ、こういうことって。な、本当に運がいいんだけど、俺が、例えば俺が配信で一応稼ぐって言ったら、俺がその手段が見つけられると思ってんの。俺はそうやって生きてきたから、要は目標もゴールを決めると。で、ゴールを決めると見えてくるんだよ。あ、俺今ここでやるべきじゃないなとか、どこ行った方がいいなとか。で、見えないんだよ。あの、狭い世界で生きてると。だから俺は取っ払ってんの、全部価値観を。邪魔な、余計な部分取っ払ってて、スーパースターになるためだけを考えてるから、だから手段なんかどうでもいいっていうか。だからなんだろう。問題なのは、俺が諦めないことと、ブレてなければ勝手に見えてくるって思ってる。で、見えてきたらあとは行動だけじゃん。だからそれでいいかなと思って。あんまり難しく考えてないよ、実は。俺はできるで終わり。俺はできる。できなかったら反省。次こうやってやろう。だからもう、なんつうんだろう、トライ&エラー。トライ&エラー、トライ&エラー、トライ&エラー。のみ。考えない。考えるのは頭のいいやつに任せる。それでよくない？サスクイードいらっしゃい。もうなんかいいやと思って、理屈っぽいのいいやって、めんどくせえわって。できない理由も無限にあるけど、できる理由も無限にある。で、俺は無限にあるんだったらできない理由考えてる時間ねえわと。できる理由だけ考えようと思って。俺なんか正直言うと1億円稼ぐ方法は分かんないの、正直言うと。全くわかんないの。でも1億円俺は稼ぐっていう結果だけを信じてるって感じで、でもそれはなんか見栄を張ってるとか違うんだよ。なんかそこを結構誤解されるんだけど、そういうわけじゃなくてね、なんだろう、毎日毎日そう言い聞かせるとそう叶うって思ってる。言い聞かせてるうちに、なんか現実味が帯びてくるっていうか、見えてくるっていうか、ダメなところもいいところも含めて、だん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 見えてくるんだよね。だってさ、矢沢永吉とかさ、タオルだけでいくら売ったんだっけ？タオルだけで確か50億ぐらい返したんだよね。すごくね？すごくね？矢沢永吉ってタオル売るだけで50億ぐらい稼いだんだよ。それを考えたらさ、俺矢沢永吉になればいいだけなんでしょ？俺が矢沢永吉になればいいんでしょ？シンプルじゃね？って思っちゃう。てつさんおはよう。
なんかその難しく考えるとややこしくなるし、失敗しない、失敗する確率が上がる気がするんだよ。で、失敗する確率は俺上げたくないの。失敗するから。だからさ、10年前に YouTube で億稼ぐって言ったら笑われてたろうね、多分。クロウロン茶ありがとう。矢沢にはなれないの？矢沢になるっつうのは比喩だよ。別に矢沢になりたいと思ってるわけじゃないけど、例えとして矢沢クラスになるって言えばいいのかな。まあ、矢沢は矢沢だから、和道は和道だから。まあ、俺のことを信じてよ。見てて。俺は絶対やるから。絶対達成するから。有言実行です。アイテムありがとう。考え方、そうっすか？なんかできる予感がするんすよ。なんかできそうな気がしてならないんだよね。だってやじゃん、もう。欲しいものがあるのに手に入らないとかさ、行きたい場所があるのに行けないとかさ、嫌じゃない？もう。嫌だもん、行きたい場所にすぐ行けてさ、好きなものを手に入れたいもん。ワクワクするじゃん、ね、知らないものをもっと知りたいし、みんなとシェアしていきたいし、それをそういうのがいい。もうワクワク、毎日ワクワクドキドキだけしてたい、楽しんでずっといたいっていうか、みんなと遊んでるのが一番楽しいの。みんなと毎日何やるっつってバカっぽいことやってる方が楽しい。渡辺さんいらっしゃい。どうも。
うん、帽子。数合わせありがとう。見る数合わせありがとう。アイテムありがとう。いや、なんか1億円俺がいかに稼ぐかっていう、俺がいかにスーパースターになるかっていう話をしてた。そういう話なのよ。で、今終わったところかな、それが。配信で1億稼ぐっていうのはどういうことなのかなって、みんなで、まあみんなでっつうか、俺がただ稼ぐっていう、俺にはできるっていう話をずっとしてたの。数合わせありがとう、おちびさん。うん、ありがとう。どうやってスターになるんだ。やり方は知らない。俺が考えるのはやり方はいらないと思ってて、うん、俺は大事なのは俺がなるって決めたらもうなるっていう、うん、って思ってるっていう話をずっとしてた。俺にはやり方とか計画とかプランとかいらないよっていう。なるって決めたらなれるっていう。なんかできる気がするんすよね。なんか見えてるっていうか、明確にそのここに札束がある自分がイメージできるんだよ。本当に1億円どころかブワーって札束あるイメージができるんすよ、自分で。あ、俺こうなるだろうなみたいな。だからそれになんかなれるかなとか思ってたらなんかダメな気がすんの。なんか、あーって疑ったらダメだと思ってるけど、なんかそんな気がすんだよね。友達がいっぱいいて、なんか毎日楽しいことやってて、で、なんか遊んでばっかりいて、で、なんでか知んないけど、お金がどんどん積まれていくみたいな。今いくらぐらいだろうな。いくらぐらいあるんだろうね。だからなんか、そんな感じがするんですよね、自分の中で。あ、これ行くなっていう。あ、これ行ったわみたいな。うん、そういう感覚かもしれない、うん、
ビル・ゲイツはピンとこないんだよ。ビル・ゲイツってすげえ賢じゃん。で、あいつは事業家じゃん。ビル・ゲイツはピンとこない。ビル・ゲイツほど稼ぎたいとかそういう感じじゃなくて、で、ビル・ゲイツがかっこいいかかっこ悪いかで言ったら俺別にピンとこないんだよ。なんか憧れるかっつうの。ビル・ゲイツになりたいとは思わないし。うん。マンスリーとかでビデオマークの隣の数字？ビデオマークの隣？ビデオマークの隣？ビデオマーク？マンスリー。マンスリーのビデオマークの隣にある数字はお金じゃないです。お金じゃないです。ケロちゃんさん。違います。ではその人のポイント数です。なんだろうな、ビル・ゲイツとかじゃないんだよな、うん、ビル・ゲイツなんか楽しくなさそうじゃね。ビル・ゲイツ楽しいのかな。なんか疲れそう、ストレス溜まってそうな気がする、俺の中では。ビル・ゲイツピンとこない。なんか毎日なんか何かに追われてそうな気がする。そんな気がしない？なんか世界平和とか恵まれない子たちをどうしなきゃとかなんか考えてそうで嫌だ。なんか世の中を良くしないととか小難しいこと考えてそう。嘘、スクショタイム。赤木さんいらっしゃい。なんかもうめんどくさいことはね、かん、やべえ、スクショしないと。スクショして、スクショして。ちょっとこれはやばいだろ。これバンだろ。これバンだろ。くっそ笑うわ、これ。嘘だ。あ、バカ、青山。足どけろ。ああ、もったいねえな、これ。すっげえ、フルボッキしてんだけど、パルパル。青山、足邪魔。うわあ、笑うわ。久々笑ったわ、こんな。すごいな、これ。これ、放送事故、これ、バンでしょ。これ、バンでしょ。だってさ、パルパル、フルボッキしてんだよ。寝ながらフルボッキしてんだよ。これ、バンだろ。おい、止めろよ。うん、バンなるぞ。これ青山に電話した方がいいかな。これやばくねえか。こんなん笑うわ。事件でしょ、完全に。すげえな。いや、すごいよ、もう、ビーンだよ、うん。いや、これマジで、マジでこれ青山かわいそうだって、これバンになったら。え、これ、運営はどう判断するんだろう。運営さんも困るよね。生理現象じゃん。で、悪意は絶対ないじゃん。で、性的な表現かって言ったら微妙なラインでしょ、これ。笑うわ、こんな。いや、これかわいそうだよな。これは、どうすればいいんだろう。違う、さっきまでは、今俺が話した時、青山の足がどかってたの。で、俺が話して閲覧がバーって行った瞬間に、青山がこう足を立てたのよ。これ生理現象だけどさ、うん。いや、笑うわ、こんなの。これどうすればいいんだろうね。神回でしょ、これ。運営もバンにするかどうか、絶妙に難しいよ、これ。笑うわ。え、これ、ムク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 ってなったの？急に。さっきまでなかったよね、青山の足。もうって、パルパルがピーンだったのよ。パルパルもチンコビーンがもう全面的にスクショ。これ神回だよなぁ。すげえなぁ。チンコビンビンだったかんね。すげえなぁ。でもこれどうなんだろう。悪意はないし、性的な表現でもないし。
ギリギリの、ギリギリのラインだよね。ギリギリのライン。めちゃめちゃウケるわ、こんなの。あ、来た。スクショ撮れ、スクショ撮れ、スクショ撮れ、今今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 今、あー足が、あー遅い、もうダメだ、足で被っちゃったよな。これ微妙だよな、今完璧な角度があったのに。これは笑うわ。あ、来た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 、今今今、あー青山の足邪魔だな。うん、若いって素晴らしいね。21歳パルパル。配信上でフルボッキ。これでバンになったらかわいそうだよな。神回だわ。おー、いや、こんな笑ったの久々だわ。配信で。ふわっちで。面白いな。あ、アホだな、本当に。やばい、チンコ触る、チンコ触る。チンコ触らない、チンコ。チン、こんなに立つ？寝てる時にこんなに立つもんなの？こんなに立つ？これ嘘でしょ？なんか錯覚かなんかじゃないの？フルボッキだぜ。嘘でしょ？これは、これはでもバン、どうなんだろう。いい感じに隠すよね。絶妙だよね。すげえな。スクショ撮ってきた？これツイッターに上げた方がいいよ。これ。いや、すごいな。これはギリギリセーフかな。ギリギリセーフだろうな。今新しいルールブックだよ。いや、もうすっごいよ。ピーンだよ。高姉さん。すごいことになってんだから。フルボッキだよ、フルボッキ。朝立ちだもんな。しょうがないもんね。だってこれ番にね、しかもさ、青山の枠じゃん。で、寝配信じゃん。すっごい難しい判断だよね、正直。笑うわ、ほんとに。アホだな。ああ、面白いわ。アホ、アホ、アホですよ。あ、どうしよう、リーバイスのジーパン買いに行こう。リーバイスの何買おうかな ?501 にしようかな。リーバイスショップ。あ、でも眠くなってきたな。どうしよう。眠いわ。どうしよう。寝ようかな。眠い。だって今日、あれでしょ ?9 時間後か。9時間後に、あれだもん。ベンゾさんとのあれだから。寝るか一回。でも寝たらリーバイスショップ行けねえしな。リーバイスショップ何時までやってんだろう。リーバイスショップ。リーバイスショップ営業時間夜の9時までか。明日だな。眠いもん。どこにあんだこれ。明日だな、リーバイスショップは。じゃあそろそろ僕は寝ます。皆さんありがとうございました。今日の夜はですね、今日の夜はですね、あの便所太郎さんと捨て頃のお疲れ会をやります。
うん。あ、LINE で送った、俺後で Twitter するわ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。また会いましょう。ありがとうございました。また夜集合でお疲れ。花火ありがとう。花火ありがとう。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。